筆者から趣旨の説明を求めます。山崎誠さん、山崎委員。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表し、その趣旨をご説明申し上げます。まず、案文を朗読いたします。私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案に対する付帯決議案、政府は本法施行にあたり、次の諸点について十分配慮すべきである。1、減免申請を行う事業者の予見可能性を確保する観点から、新たな課徴金減免制度における事業者が自主的に提出する証拠等の評価方法については、ガイドラインにおいてその明確化を図ること、特にカルテル、入札談合の対象商品、役務、受注調整の方法、参加事業者、実施時期、実施状況等の評価対象となる情報について、評価方法の考え方や具体的例を分かりやすく明示すること、また制度の運用状況を見つつ、適時、適切にガイドラインの見直しを行うこと、2、課徴金減免制度において、事業者の協力度合いに応じた減産率を適用するに際しては、より高い減産率を得ること等を目的として、事実を歪曲した資料の提出や、供述調書の作成により、迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意するとともに、運用の検証やガイドラインの策定など、適切な対応を行うこと。3、いわゆる弁護士、依頼者間取得特権に関して、規則、ガイドライン等を整備するにあたっては、範囲、要件について国際水準との整合性を可能な限り図るよう留意した内容とするとともに、新制度の運用を検証しつつ、制度の拡充も視野に検討を継続すること。3、いわゆる弁護士、依頼者間取得特権について、事業者と弁護士との間の法的相談に関わる法的意見等の秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続きと審査手続きを明確に遮断すると、適正手続きを確保する制度を本法施行までに整備すること。5、いわゆる弁護士、依頼者間取得特権に関する公正取引委員会における運用について、手続きの透明性及び信頼性、並びに事業者の予見可能性を確保するために、運用事例を定期的に公表するよう努めること。以上であります。付帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によってご理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案に対し付帯決議を付することに決しました。この際、宮越国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。宮越国務大臣。ただいまの付帯決議につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る6月12日水曜日、委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。お疲れ様でした。